まあ、世間ではもういよいよボンちゃんアウトじゃねみたいな、まあ、まあニュースもね、まあ、ちょこちょこ出てる。そうなんですか、うん、まあ、ボンちゃん元気でねみたいな。え、そうなんですか。まあ、タナさんもこの間レース見ながら、あ、終わったなとか思いながら見てたんだけど、まあ、なんかサロンの中でも、うん、あのボンちゃんが終わった瞬間を見たっておっしゃってる方がたくさんいらっしゃいましたね、うんうん、もうみんな終わったなって言ってたからね。ボンちゃん終わった終わったっていう、元気でねっていう感じだったんだけど、まあまあ実際ね、こうちょっとニュース もまあまあもうそういう時期なんでね、こう出てくるようになったけれども、はい、実際のとこ どうなの今、何か情報あんの？ありません。まあ、でも実際そのボンちゃんというのはそのまあレッドブルというチーム、はい、どこでこうボタンをかけ違えちゃったんだろうね。もう最初からかかってなかったじゃないですか。1年目の後半はまあかかってなくても、まあまあそこそこ走れてれば、まあ、その前の人がだいぶもう3段ぐらいボタンかけ違えちゃってたから、うん、あれそれに比べればましたよね。リカルドがいなくなってガスリが乗ったんだっけ。そうです。あ、だからそこから始まってるってことね、うん、そこがもうだいぶ3段ぐらいかけ違っちゃったから、それに比べればまあいいよねみたいなレベルだったじゃないですか、うん、まあ、予選の差とかは見るとやっぱそれなりにありましたからね、パッと見の決勝の結果とか見るとそこまで悪くなかったけど、うん、やっぱりタイム的にはやっぱ厳しいねっていうのはあったんで、それを今年どれだけ、ね、挽回できるかっていうところだったのが、まあ、ちょっと、うん、っていう感じですか、うん、予選でタイム差あったとしても、うん、あの決勝で、ね、うまいことレース運んでペースは遅いんだけど最終的にはやっぱり4位にいるとか、うん、たまに3位2位にいるっていう風なレースができてれば、まあ、それこそルクレールなんかまさにそうですよね。車は速くないんだけど、でも終わってみればちゃんと表彰台取ってたり、まあ、今のフェラーリの実力で最大限のところにいるっていうのができてるけど、ボンちゃんがどうかってやっぱりちょっとそこが、まあ、マックスと比較するっていうのを以前にね、それ以前のレベルでちょっと車の力半分も出せてないんじゃないみたいな、で自ら失っちゃってるレースも結構あるし、まあ、中断に飲み込まれて自分のレースできなくて、うん、のんがらがしちゃうみたいなことも結構あるから、うん、あれを見ちゃうとやっぱりマルコおじいちゃん的にはそれでも光る走りがね、うん、たまにでもあれば、いやこいつはいいドライバーだからっていう、うん、その、ね、キープする理由になるんだけど、うん、それが最近見せられてないので、うん、でムジェロで表彰台取ったけど、まあ、あの時のリカルドを1コーナーの後側から抜いたっていう、まあ、あれぐらいじゃないですか今年、うん、ボンちゃんの光る走りというと、うん、でもまあそれも車の差がそもそもね大きくあっての話だから、うん、って考えると、まあなかなかちょっと厳しいかなっていう気がしますけどね。まあ、だからその、まあ、チームとしてはね、やっぱチャンピオンシップを戦っていかなきゃいけないわけで、うん、でも実際そのひいき目で見ても、うん、ちょっと来年もそのタッペンとボンちゃんという組み合わせだと不安しかない。まあ、だから1台でもいいと思ってボンちゃんをキープするのが、うん、まあ、プラスはないけどマイナスもない。もうすでにだって1台体制でやってるわけだから、うん、まあ、これ以下はそもそもないっていうね、うん、今もうそこなんで、そこから上がるしかないから、あ、まあ、上がんなかったとしてもマイナスはないじゃないですか、うん、でもまあ、例えばヒュルケンとか乗せてチームがぐちゃぐちゃになっちゃうとそれはリスクじゃないですか。ヒュルケン全く今までレッドブルと関わりない人がいきなり乗って全く走れませんって可能性もあるわけだし、うん、一からまた学び直すんかいっていうのもあるし、まあ、それこそ開幕前のテスト3日、ね、うん、かける2で、まあ、1人当たり3日しかないみたいな中でそれができるかってやっぱちょっと厳しいじゃないですか、うん、まあ、そう考えると、まあね、その日本のサラリーマンじゃないけども、うん、現状維持の方が楽っちゃ楽なんですよね、判断としては。あ、そういうこと、うん、だからそういう決断に、まあ、なる可能性もないことはないなと思ってます正直、うん、ああそうなのね、うん、どんだけ悪かったとしても。あれボンちゃんってもともと急にトロロス乗ったでしょ。そうですね。あれなんで急に乗れたんだっけ。乗る人がいなかったからですね。もともと誰か決まってたんだっけ。リカルドがいなくなったんで、うん、ああそうか、リカルドが突然いるのを決まって行っちゃったんだっけ。その前の夏にリカルドが、うん、まあ、延長すると思ってたリカルドが、うん、急にルノー行っちゃったんで、うん、じゃあどうするで、うん、ガスリーをじゃあ昇格させるって、それをまた早々に決めちゃったんですよね、うん、後半戦入ってすぐに決めちゃったんで、うん、まあ、その後だからさっさと次の人決めとけばいいのに、うん、ずっとそこなんかチューブラリンのまんま来ちゃって、でガスリーなのか、まあ、ブレンドン・ハートリーは当時のトロロスを乗ってましたけど、うん、まあ多分キープしないだろうなみたいな感じの扱いしてましたからね、うん、だから次誰かいるもんだと思ってたらいなくて、なかったのか。
でもともとレッドブル育成だったのってあるもんね。だいぶ前にね、本当に F3 とかやってた頃はそうだったけど、あ、まあ、1回 B クー、はい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 、まあ、そのパターンの人多いですけどね、レッドブルって、まあ、でもちょっとね、ボンちゃん、まあ、まあ頑張ってはほしいけど、だからボンちゃんがそのお気楽なままで、うん、何にもその考えず焦らず、まあ、普段の彼本来の走りをしてれば、うん、めっちゃ速ではないものの、うん、めっちゃ遅でもないし、うん、まあ、時にはいい走りをするっていうレベルであれば、多分おじいちゃん的には残すっていう風になると思うんですけど、はいはいはい、今みたいに焦って空回りしちゃうと、まあ、本人全く気にしてないって言いながらもやっぱり、うん、周りでこれだけあれこれ言われてることに対してだいぶプレッシャーは感じてるから、うん、かなり空回りしてますからね、うん、予選はなんとか一発出して、まあ、それでも6位とかですけど、うん、それでもまあマックスとの差はそんなにないところにまだ入れるけど、うん、まあ、決勝になってくるとね、まあ、回っちゃったりどんがらがっしゃんあったり、うん、結局結果残ってない、それどころかアルファタオリの方にも迷惑かけてるみたいなことがそれも何回もあるわけで、うん、そうなってくるとやっぱりちょっとなあいつ泣くねみたいになっちゃいますよね、うん、で早々に、ね、ガスリーはもうお前アルファなって言っちゃってるわけって、うんうん、でクビナットはさよならなってなっちゃってるわけで、まあ、さよならなとは言ってないですよねワンチャンクビナットがこれから残りの5レース全部勝って、うん、クビナットがね、レッドブルにっていうこともあるかもしれないけど、まあ、でもそれは薄いんでしょ、まあ、おそらくね。でタイ の, そのマーケットっていうのをね、いわゆるまあレッドブル発祥の国だからってね言いますけど、タイのレッドブルはまあ別物っちゃ別物なんで、タイのレッドブルってあの瓶に入った要するにリポデートの炭酸の入ってないやつなんで、まあ、あのシンガポールとかマレーシアとかと中国もその炭酸の入ってないやつ、うん、缶入りですけどね、がまあメインで、あ、なんか美味しくなさそうだね、なんか甘ったるい、うん、まあ、最初慣れるまではだいぶ飲みづらいですけど、はいはい、いわゆる我々が知ってるレッドブルはヨーロッパからの輸入品っていう形で最近売られるようにはなってますけど、まあ、そういう意味で言うとオーストリアのレッドブルからするとタイでレッドブルをプロモーションする意味ってあんましないんですよね。それはタイのレッドブルでやってよって話なんで、はい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 、うちもわかんないしみたいな、まあ、その輸入品として売ってる缶のやつが売れれば儲かりますけど、まあ、あんまりそれもないから、まあ、だからあんまりそのタイとレッドブルの関係性っていうのは考える必要はないというか、あんまプラスにはなってないんだろうなと思いますけどね。なるほどね。まあ、レッドブルとしては経験のあるドライバーというか、まあ、ペレスとヒルケンベルグっていう人がいるんで、うん、今ここでそれを考えないのはバカでしょって、うん、彼らが獲得できるところに今いるわけだから、うん、話するのは当然だし、うん、彼らが仮に乗ったとしたらどうなるかっていうことも、まあ、ワンチャン本当にそれこそファクトリー来てもらってシミュレーター乗ってみたいなこともやってるかもしれないですよね、もしかすると。あ、実はね、うん、でアルボンのシミュレーターでの作業と彼らの作業とって比べて、まあ、早い遅いだけじゃなくて、うん、順応性とか、はいはい、まあ、ブラインドテストでセッティングどう変えたとか車どう変わったみたいなフィードバック能力見るとか、まあそれは当然直樹選手もやってましたけど、まあそういうプログラムあるんで、まあそういうのでドライバーの基礎的な能力っていうのを見るっていうことをやってるかもしれないですよね。ちょっと最近あのチェコペレもレースあんまし上手じゃないんで、バトルとかちょっと弱いでしょ。なんかね、イモラでもね抜き金だ、まあもちろんタイヤが温まっちゃうと抜けないっていうのはあるんですけど、ちょっとまあレース的にも弱いかなっていうところもあるんで、まあ、ヒルケンはもともとそうだしだからまあ決め手にかけるっちゃかけるんですよね。あ、そういうことね。レッドブルがじゃあ経験を必要としてるかっていうと、まあマックスがいればいいんじゃないっていう気はちょっとするし、わざわざペレスとかヒルケンをあのチームとしては乗せる意味があんまりないかもしれないなとは思いますけどね。逆に変なあの空気を生む原因になりかねない気がするけど、だって絶対的エースのマックスがいればいいわけだから、レッドブルは。まあまあね、うん、もうちょっとボンちゃんそのもうちょっとでいいんだけどさっていうところでね、もうちょっと上に4番手にいてくれたらね、メルセデスに対して戦略の駆け引きできるわけで、まあ、今回のイモラでもまさにクリスチャン・ホーナー言ってましたけど、結局メルセデスにサンドイッチされちゃうとどっちかの戦略しか取れない、はいはいはい、自分が取った戦略に向こうのうち1台が合わせてくる、そうするともう1台はもうノーガードでいかれちゃうっていう、ね、それが2台対2台だったらそれぞれがあのお互いの戦略に仕返しができるんですけど、まあ、あれだと最初から負けるレースやってるようなもんなんで、なるほどね、ちょっと辛いよねっていう
仮に来年いい車作ったとしても、うん、本当にメルセデス勢を圧倒して引き離さない限りやられちゃう可能性はありますよね。やっぱりそのね、やっぱレッドブルはこうやっぱり常にこう勝ってほしいチームだから余計に ね、みんなね、そうそうそう、これがアルファタオリの話だったらね、まあ、2番手の車であることは間違いないわけだから、うん、その車で中段に埋もれてるっていう現状がかっこ悪いし、うん、まあ、なおかつその埋もれただけじゃなく結果すら残せないっていうね、うん、リタイアして終わってるとかっていうのはやっぱ良くないですよね、うん、いけ角田ってことですかまあまあね、まあ角っちの話はね、またそれはそれちょっとね、ヒロノートはこれでお願いします、うん、ということでボンちゃん頑張れ、頑張っちゃった、はい、ボンちゃん終わったな終わった。